こんにちは、カラスレナコジロです。お前先生です。はい、今回の動画では、リクエストがありました蹴り技に入るためのフェイントを紹介していきたいと思います。で、蹴り技はポイントが2ポイント、3ポイントって大きい技になるので、ポイントになると、勝率にもつながりやすい技だと思います。なんですけど、ちょっとモーションがやっぱり大きくなりやすかったりして合わされてしまうっていうリスクもあるので、今回は、リスクもちょっと少なめで、なおかつ真似しやすい技を紹介していきますので、使えそうだなと思ったところは、ご自身で取り入れていただければと思います。では早速いきたいと思います。まず一つ目の動画ご覧ください。一つ目の動画は世界ランキング1位のダコスタ選手の動画をちょっと切り取って使わせてもらってるんですけど、相手が虐待でいて、前足を一旦足払いで引っ掛けに行ってます。ちょっとそれで下がって反応してもらって、でこう持っていくっていうパターンの蹴りですね。足払いで一旦こっちに意識を持っていって、相手もこっちの下の意識を感じるというか、嫌なパターンですね。こう足払いを仕掛けに行って、こっちに持ってきておいて、そのままワンステップで蹴りに行くっていう上段蹴りになっています。まあ、ポイントは一旦こっちの相手からしたらちょっと嫌な方の外をついておいて、そのままこっちの意識に持ってっておいて、こっちから蹴りを決めていくっていうのがポイントなんですけど、ここで相手が下がったのに合わせて、自分もあ、チャンスってなって1、2で蹴ってしまうと、そこでもう来るのが分かって合わされてしまうと思うので、ワンステップで蹴ってるっていうのがポイントだと思います。後ろ前足で引っ掛けておいて、ここから1でタイミングで言うと蹴っているので、ポイントにもつながりやすいのかなと、感じました。はい、では2つ目の動画紹介していきます。はい、こんな感じの動画になっています。2つ目の動画は同じパターンで、整体にやっているパターンです。整体相手ですね。相手が整体で構えていて、このように一旦こっちの足を見せておいて、こっちに蹴る。はい、こんな感じで、そう、なるべくネタバレしないようにあえて見せないでやってるんですけど、結構びっくりする技になります。前足を先にこう見せておいて、外、後ろから蹴るとどんな感じですか？前足に気が取られるので、うん、でしかもこう、この辺から来るから分からない感じがします。分かりにくい感じ、分かりにくい感じがします。うん、そうだね。これ実際受けてみると分かると思うんですけど、意外と足をちょっと上げたりとか、フェイント引っ掛けるだけでタイミング的になんかこう相手も反応しづらい技になると思います。注意点はやっぱり足払いをしたタイミングで食らってしまうと、それ取られてしまうので、自分が食らわないようにしつつ、ちょっと見せておいて外から蹴っていくと有効になると思います。はい、で、3つ目の動画紹介していきます。このパターンは、前もお伝えしたんですけど、後ろ足を蹴るっていう風になった時に、こっちの足を蹴るってなると体を一旦入れ替える必要があるので、それを突きでごまかす感じですね。こっちの突きを見せて、突きだよって見せて、ひねりを加えておいて、このまま蹴りにつなげていくっていうパターンの技です。で、動画では虐待の状態からちょっとわざと見せやすくして、バチンって決める感じの攻撃をしたんですけど、これ整体が虐待にするのもおすすめです。相手が虐待にいて、こっちが整体で、上段突きを見せると結構相手反応してくれるので、それで動きを見せておいて、この中段蹴りの体勢がもう出来上がってるので、このまま蹴りにつなげていくっていう感じの技になってます。以上、この3つですね、今回は紹介させていただきました。はい、ということで、今回は3つの蹴りのパターンを、フェイント、蹴りを入れるためのフェイントということで、紹介させていただきました。で、
最初の蹴りは世界チャンピオンがやってる蹴りなんですけど、2つ目3つ目っていうのは僕自身がやっている技なので、誰でも真似できると思いますし、そんなに難しい技でもないけど、意外と体の使い方の応用でポイントにつながりやすいっていうところで、あの真似しやすいと思いますので、これだったらできそうかなっていうのがあったら、ぜひ、取り入れてやってみてください。で、こういう技のパターンとかって頭の中に入れておくと、ある時急にあできたみたいな、体が勝手に動くみたいな場面があったりすると思うので、その時はできなくても繰り返しちょっとイメージトレーニング、今はなかなかこう対人での練習ってしづらいと思うので、自分一人で練習したりとかフォームを分析したりすることで、それがある時急にポッとできたりすることがあったりすると思うので、一人でできる練習もちょっとイメージトレーニングとか技の勉強っていうのもやっていくと、おすすめかなと思います。はい、もし今回の動画良かったと思っていただけたら評価ボタンをお願いします。このチャンネルでは空手選手に向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり、悩みを解決するような方法をお届けしています。他にも知りたいことなどありましたらコメント欄に書き込んでください。はい、チャンネル登録、ぜひお願いします。はい、今回の動画は以上となります。ありがとうございました。